イタリア・トリノオリンピックに向けて地元そのイタリアの期待を集めるカロリーナ・コストナーです。17歳167センチとスラッとしています。マイケル・ホップの曲から。フランス大会で2位に入ってますので、このロシア大会で3位以内に入りますとファイナル出場が決まります。最初にコンビネーションジャンプ、トリプルトーループ、トリプルトーループ、普通の選手とは逆回転です。非常に手足の長さをしなやかにその上手に使ってますよね。そして非常にスピードのある選手ですから、ジャンプがきちっと決まりますと見応えがあります。今のダブルアクセルが4つ目の要素、ショートプログラムは8つの要素、その技それぞれに点がついていて、その合計得点がショートプログラムの得点です。このステップシークエンスなんですけども、非常にツイズルだとかいろいろなステップの組み合わせをきちっとしてますとレベルが上がってくるんですけども、そしてプラスジャッジがプラス1とかプラス2とかつけると得点が上がってくるんですね。そういうところの積み重なりの得点をきちっと確保しているということは非常にいいことだと思います。スピンコンビネーションも非常にエッジチェンジが入ってたりとかしてますけど、今トラベリングって動いてますよね。そうするともうジャッジの人たちはマイナス1限定してしまうので、そういうところもきちっと軸をスピンといえどもきちっと出すということは大切なことです。後半にスピンの要素を集めてきました。ショートプログラムカロリーナ・コストナー、ただ動きはなかなかいいですね。そうですね、実際見ていても非常にスピード感があって、そして単独 のトリプルループも3ターンからループ飛ぶというような難しい形で飛んでますし、ただ前半にジャンプをみんなしてしまって後にスピンを3つ揃えるっていうのは、実際にはプログラム的にはちょっとやはりもうちょっとバラした方がいいなっていうのはありますけども、はい、相当スピンに自信がないとできないですね。そうですね、はい、テクニカルエレメンツの後にプログラムコンポーネンツ、5つの要素はいずれも6点台の後半の点も出ています。本人も満足そうな表情です。57.50